私あの子供の時から貧血なんですね、うんうんうん、で貧血ってことはその動物性脳が足りてないのかな、うんうん、で今あのね子育てもしてるんで、うん、食べさせんな、うんうんうん、で自分も食べないと、うん、で血が回らへんっていうのがあって、うんうんうん、その食べたくなくても、うんうん、取ったりしてるんですけど、うんうん、まあ、今日のお話聞いて、うん、あれ取らなくていいのかな、うんうん、今貧血はどうなんですか？もうずっと貧血なんですよ、うんうん、多分取っても貧血なんだと思うんですよ。あ、実際あそうですね、うんうん、その通りです。血が増えない。そうです、そうです、はい、うん、だからあの動物用だったからって、うん、じゃないので、原因的にはちょっとでも増えるとかじゃない、うんうん、そうなんですよ。輸血してもらいたいんですよ。まあ、腸内環境を整えるしか方法はなくて、うん、なので動物で取ったからって言ってはよくはならないし、反対に腸内が腸内整えたら血が増えたりする。そうですね、意外、はい、あ、はいはい、うん、意外でした。あとちょっとそこは別途お話ししたいと思います。はい、はい、今日すごいですね、最後の最後でびっくりしました。あの貧血を治すには腸内環境なんですね、うんうんうん、びっくりしました。まあそれまた食べなくてもいいんですね、タンパク質を、うんうん、簡単に阻害される、うん、